ハットシリ一世が建設したハットシャの遺跡ハットシリ一世はヒッタイトの対応。ハットシャに戦として支配体制を固め、また外政を行ってヒッタイトをオリエントの強国の地位に押し上げた。ハットシリは仙台ラバルな一世の王ヒタワナンナの親類あるいは、いとこと言われているが、その蘇生は定かではない。紀元前1565年頃に大いにつき、 後の大王たちがそうしたように、ラバルナを名乗った。このため彼を、ラバルナ二世と呼ぶこともある。ラバルナ一世に実子がいたと思われることから、この継承には何らかの異常事態が、背景にあったことは否定できない。ただハットシリは、自身が、ピトハナの子孫であると名乗っている。ヒッタイト王国の藩と彼がその辞席を記録した。 ハットシリ年代記の年度版文書が1957年に発見されているため、その知性が割合詳細に判明している。即位後彼はまず、祖父に対して反抗した、シャナフイッタ氏を攻撃した。シャナフイッタに進撃した。彼はそれを破壊せず、その国土を荒らしたのみだったと伝えている。ただ、貢ぎ物を得ていないことから、おそらくこの遠征は、失敗に終わり。 年代記の記録上取り繕ったものと見られている。ついでマラシャンタ川が国会に注ぐ河口の近くにあるザルパの町を破壊し、神に多くの供物を捧げた。彼は祖先、アニッタが破壊して呪いをかけたハットシャを再建し、新たな首都とした。短期間の断絶を除けば、ハットシャはヒッタイト帝国が滅亡するまで300年以上に、 渡ってその首都であり続ける。彼はこの街にちなんでその名を、ハットシリに改めた。また、ハットシャの王と共に、クッシャラの人という称号を名乗り、血統的な正当性をアピールした。彼の次の目標は、シリア北部にありハルパをととする、ヤムハド王国だった。この王国は、東西交易路を訳し、とりわけ制動機の生産に、 不可欠な中央アジア産の鈴の攻撃を握っていた。ハルパの俗領であり、地中海にも近いアララフを攻撃して破壊した。ハルパからの援軍が到着する前に、ハットシリは北方に引き上げた。その途上にかかり、タンシニア、ワリシュワなどの町を破壊した。これらの都市の攻略には手間取ったらしく、食料を求める敵兵やスパイが、 ヒッタイト軍の包囲網を通過するのを許し、また、ヒッタイト軍の工場土地が破壊されたという。ただしこれらの出来事が一度の遠征で行われたか、どうかは定かではない。天候神の神事に使う牛型河原啓いで彼は、西方のアルザワ国に遠征した。この地域には、小国が分立していた。 次の都市ある沢に遠征し、牛や羊を奪ったと伝えているが、この遠征が懲罰目的にせよ、征服目的だったにせよ、牛や羊しか得られなかったということは、この遠征の成果は芳しいものではなかったことを示している。その頃古利人が東方に侵入してワルシュワの町を略奪し、この地域の属国がヒッタイとの支配下から離れた。 ハットシリが軍を率いて駆けつけると、フルリ人は逃げ去り、この地域は再びヒッタイとの続国となった。しかし、ウルマの町は従わなかったので、これを破壊して、再建を禁止した。同様に、シャナフイッタも抵抗し一年間持ちこたえたが、結局征服に成功した。ついで再び、シリアに矛先を向ける。ザルナの町を破壊し、プルナ側の私にある。 ハッシュワの町は、ハルパからの援軍が来たにもかかわらず攻略した。同様の運命を、ツイッパシュナとハッハの町もたどった。ハッハとハッシュワの支配者はギッシャに縛り付けられ、また、銀をギッシャ二代に満載したほどの戦利品を得た。これらの都市の位置は同定されていないが、ハッゥシリが、タウルス山脈を東に向けて越え、ユーフラテス川を南に渡ったのは確実である。 このような軍事的成功を収めたのは500年前のアッカド・オーサルゴン以来である。以上のハットシリの辞籍は6年間に起きたものだが、正確な年代は不明である。治世末期、彼はパンクを召集して、後継者を決めさせた。総督に任じていた二人の息子と一人の娘が、首都で反乱を起こしたため、いとこを後継者に指名した。 しかしこの人物もすぐに信用を失い追放された。結局孫のムルシリを後継者に指名し、幼少の間はパンクの決定に従うよう言い残した。ハットシリは紀元前1540年頃にクシャラの町で死去した。シリア遠征で負傷してハット社に帰還する途上だったとも言われる。ありがとうございます。